ですね。それじゃまずは皆さん元気よくこんにちはって挨拶してみましょうよ、はい、じゃあこんにちは、はいでいきますよ、いきます、皆さんこんにちは、はい、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます。さあこれよりスマクロ君と斉藤君のステージが始まります。イエーイ、どうもありがとうございます。ちなみに皆さんスマクロ君は知ってますよね。もちろんスワローズファンってお友達は、はい、おすごいね、もちろん野球も大好きですよね、うん、そのあと今日はここ花屋敷に2人のビッグゲストがやってきてくれました。おまず1人目は東京ヤクルトスワローズのスマクロー君です、はい、それじゃあ皆さん一緒になってスマクロー君って呼んでみましょうか。いきますよ、せーの、スマクロー君。スマクロー君でーす。ちょっと帰らない、まだ終わってないよ、まだ終わってないからね、まだ終わってない、時間あるの、時間あるんじゃないか、まだ仕事でしょ、飲みたいじゃない、早すぎる、向こうにも置いてないから、ダメ、知らんかった、やる気を出してください、笑顔でね、ですね、スマクロー君はですね、東京ヤクルトスワローズの野球チームのマスコットとして活躍しております。現在はプロ野球チームの人気ナンバーワンマスコットキャラクターを目指して東京23区を訪問中だそうです。今日はですね、花屋敷のある台東区に遊びに来てくれました、はい、台東区はなんと14区目だそうです。ではですね、せっかく遊びに来てくれたスマクロ君に、おーい、あ、ほんとに、おーい、かっこいいね、おーい、おーい、かっこいいね、すいません、例えてください、よろしくお願いします。はい、さあ、自分の手で消すの、スマクロー君、スマクロー君、あ、ちょっと消すの、じゃあちょっとね、もうすごい自由奔放になっておりますけれども、スマクロー君にですね、せっかくはるばると神宮球場から来てくださったんで、ちょっと質問をしてみたいと思いますが、いいですか。じゃあスマクロー君、あの東京ヤクルトスワローズの調子はどうでしょうか。わざわざね、書いてくれるっていう、よーし、下がって、ちょっと下がって、上がって、そこからさらにまた上がると、おー、見るテスト、見るテスト出ます、違います、これ別に試験問題じゃないですね、違う、140点、はい、今の出ますんでね、皆さんちゃんと覚えておいてくださいね。じゃあ続きまして、ちょっとどんどん質問してみようと思います。スマクロー君、スマクロー君、スマクロー君は男の子なの、女の子なの。そうだよね、うん、あれここ悩む、オス、あ、オスか、そっか、男の子とか女の子じゃないですね、ごめんなさいね、オスですよね。じゃあそのオスのつばくろくん、チャームポイントってどこですか。チャームポイントはつぶらな瞳と、つぶらな瞳、思いっきりアピールしています、すごいですね、今シャッターチャンスですからね、バシバシ撮ってください。そういった途端にカメラ上がってきましたからね、すごいですね。じゃああとスマクロ君、東京ヤクルトスワローズのマスコットとして活躍したのはいつからですか。スマクロ君、スマクロ君、大丈夫かしら、思い出して大事よ、ちょっと何聞いてんの。自分がデビューした日でしょ、うん、そう大事よね、うん、17年くらい前、17年くらい前くらい、めちゃめちゃ甘くてですね、すごい甘くです。いやー、でもね、頑張っていただいておりますね、つばくろくんも、いいですね、一生懸命ちゃんと自分でね消すところが偉いですね、偉いですね。
すごいです。何一応綺麗好きな感じではございますが、はい、じゃあ千葉黒子本田どうもありがとう。それでね、うん、なんと今日は、はいはい、もう一組ね、ゲストが来てくれてるんですよ。なんとこちら千葉黒子に会いに、うん、台東区のイメージキャラクター、うん、台東区が来てくれました。千斗くんじゃない、千斗くんじゃない、今話聞いてた今聞いてた、千斗くんじゃなくて、もう一回言ってみて。台東区のイメージキャラクター台東区、おしなりくんでもないです、ね、違う違う、ね、ちゃんと地じゃないよ、地じゃ、地じゃないよ、ね、それじゃあそれじゃあさ、うん、せっかくだからさ、つば九郎くんも一緒にさ、台東くんのこと呼んでみようよ。まあ違います、今日つば九郎くんが遊びに来てくれた区は何区、うん、違うでしょ、違う、ここ遊園地、遊園地だからね、夢を持ちちっちゃい子もいっぱいいるんだよ。ショッキングって誰が親父ギャグやれって言ったら、違うでしょ。そうじゃなくて何区に遊びに来たんだっけ、うん、はい小っちゃいでしょ、ね、でもそう、台東区、台東区に遊びに来たんだよ。そうなんです、だから台東区、そうなんです。覚えたかな、皆さんも覚えましたか、台東くん、はい大丈夫、あ、せーの、ね、つば九郎くん、じゃあ大人に頼んでもいいかしら、みんなもね、じゃあ協力お願いしますね。はい、それじゃあ早速呼んでみましょうか。いいわよ、はい、違う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 から今みたいに、台東くん、わかった、うんじゃない、台東くん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 ね、うん、ねえちゃん、手だけじゃなくていいんだよ、ちゃんと使いなさい、そう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 、台東くんね、はい、これですからね、皆さんいいですね、はい、二重に書いてありますからね、斉藤くんじゃない、違うのよ、言わせないよ斉藤くん、じゃあ直さなくていいよ、別のオーディションもいいのにね、はい、さあそれじゃあね、つば九郎くんほっとくとずっとこのままやりそうなんで、えもうね、え呼びたいと思います、はい、はい、じゃあつば九郎くん温度一緒にねお願いします、せーの、台東くん、こんにちは、かわいいですね、ちょっとつば九郎くんまだ帰ってない、仕事終わってないから、ダメよ、本当にね、はい、台東くんはですね、ここ浅草花屋敷のある台東区から遊びに来てくれました。あ、仲いいですね、はい、台東くんはですね、台東区のイメージキャラクターとして活躍中なんです。でこちら頭がタイ、そして体がトーで台東くんなんです。皆さんわかりますか、つば九郎くんかぶりすぎだからね、前かぶってこなくていいからね。さあ台東くんはですね、なんと、はい、特技が変身、ダンス、うん、お祭り騒ぎなんだそうです。でなぜ変身が得意かというと、はい、この台東区にはですね、古くから台東区を見守る仏様がいまして、はい、その仏様が半紙に書いた台東という文字が合体して誕生したそうなんですよ。だから変身が得意なんですね。そうですね、はい、ちっちゃい手を一生懸命振ってます。さあそしてですね、この台東区、好きな食べ物がなんとお寿司、うな重、雷おこし、人形焼きだそうです。上野浅草の美味しいものばっかりですね。いいですね。さあちょっとつば九郎くん、つば九郎くん、何やってんの、一切聞いてない、一切聞いてない、何お話、ナンパしてる場合じゃないから、違うよ、ダメですよ。さあじゃあですね、せっかく2人が集まっていただきましたので、はい、今からあとその2人との大撮影会を行いたいと思います。おー、すごいじゃないですか。さあただですね、今日、はい、こんなに大勢のお客様が集まっていただけるとは思いもよらずですね、はい、ちょっと写真撮影会の方も時間がございまして、あの申し訳ないんですけれども、はい、写真撮影できるお客様を一人はちょっと少ないでしょ、いやそれはもうちょっと増やそうです、4人でちょっとなんで4人、もっともっと、もうちょっともう一声頼みます、4人、5行きそうになって4にならない、
ますね。はい、なんで、ちょっとですね、撮影を一緒にしていただくお客様をですね、はい、絞らせていただきたいと思います、はい、申し訳ありません、はい、でですね、どのように撮影してくれる、撮影をする人を決めるかというとですね、せっかくここにこんだけ集まってくださったんで、はい、もうなんかつば九郎くんはすごくやる気になっておりますが、今からですね、このつば九郎くんと大ジャンケンゲーム大会を行いたいと思います。ドキドキ、はい、そしてですね、こちらの皆様とつば九郎くんでじゃんけんをしていただいて、はい、この中でですね、勝ち残った皆様と、撮影を4名じゃないか、もうちょっと多くします。どれぐらいですか。そうですね、ちょっと本当に4なのかなって思ってきたから。そうですね、皆さん大体まあ10組ちょっとぐらいまで絞らせていただきたいと思います。なのでね、申し訳ありませんが皆さんご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。ではですね、ちょっとルールの方を、はい、説明したいと思います。大事ね。さあ、まずはですね、これ、まあ、写真撮影会なんで、まあ多分皆さん持ってると思いますが、まあ、カメラをお持ちのお客様限定とさせていただきたいと思いますが、まあ、皆さん携帯とかも持ってます。携帯もいいですか。携帯も全然問題ありません。そしてですね、先ほども言いました通り、つば九郎君とじゃんけんをしていただきます。そしてここで注意してほしいのが、これ勝ち抜き戦で行っていきたいと思いますので、はい、愛子と負けの人は申し訳ありませんがごめんなさいという形にさせてください。はい、そしてですね、どうしたのつば九郎君、ね、ごめんなさいということで、もちろんですね、勝ち抜き方式です。途中参加できません。あと、はい、アイコ負け、あとズル出し、後出しも申し訳ないんですけども、ごめんなさいという形にしてください。そしてね、やっぱりね、どうしても取りたいということでじゃんけんポンって出すんですけども、はい、出した手はそのままにしておいてください。そのまま。皆さん聞いてますか。大丈夫ですか。聞いてますか。大丈夫ですか。出した手をね、後で立ちたいとかっていうので、ゆっくりこうやって変えていくのはなしな方向でお願いしたいと思います。つば九郎くんはみんなを見てますね。いいですね。なんか先ほどからずっとこうやって睨んでるような感じになってますけどもね。頑張っていただきたいと思いますが、じゃあつば九郎くん、はい、みんなとじゃんけんをしていただきたいと思います、はい、じゃあね、合図はじゃんけんの掛け声のお約束、最初はグーでいきたいと思います、はい、いいですか。さあ、それでは行ってみましょう。行きますよ。それではじゃんけん大会に参加した人は元気よく手を挙げてください。はい、で大変かもしれませんが、勝ち残った方ずっと手を挙げ続けてください。それでは行ってみましょう。はい、行きますよ。せーの、最初はグーじゃんけんポン。さあ、の人、さあの人、まだまだ残ってますね。ガッツポーズですね。はい、さあ、それではまだまだ行きましょう。はい、行きます。せーの、最初はグーじゃんけんポン。またパーの人。さあ、結構減りましたね。じゃあ今勝っている人、はい、この勝っている人たち、撮影権をプレゼントしたいと思います。じゃあ、撮影したい方、今パーの方はですね、あちらの階段の方に、申し訳ありませんがお並びください。お願いします。撮影場から全然撮りますので、ゆっくりとお撮影してくださいね、はい。